この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。近くにきっと見つかる関西ウッドディーラーズ、安心信頼のサポートで憧れのハーレーライフが始まる。ハーレーダビッドソン関西ウッドディーラーズ。視聴者から寄せられた一通のメールから始まった雑誌ライドとのコラボ企画、シンガーソングライダー綾瀬 WR 的俺たちの1万円旅。綾瀬に1万円を渡したら大阪を飛び出し向かった先は山口県。帰りのことも考えず6000円近くをドーンと使い、1万円旅そのものを破綻させたロックな女綾瀬。そんな金遣いの荒さはオートレースで一攫千金するための布石だった。しかし世の中そんなに甘くない。当たり前のようにあっさり惨敗。それでもまあ一家と貝汁を食べて気を取り直し、角島大橋を感動いっぱい胸いっぱいで走り、自分の一押しソングを角島にお見舞いしてやったのだった。時速120キロの世界へ、ワンホー、ありがとう。音楽、バイク、景色、うん、そして汗、太陽、晴天、海、虫、雑草、すべてのものたちがいてこそのこの1万円旅だったと思います。山口県来てよかったと思います。じゃがじゃんととりあえずこの場を閉め、角島名物のわかめソフトを食べることに。わかめミックスとかもあるけど、わかめソフト代280円を支払い、残金は570円。もう絶対に大阪に帰る分のお金はありません。なんか抹茶みたいな、でもほんまにわかめの味します。でも全然こうクリームと合ってて、なんか全然違和感ないんですよ。わかめソフトはこれ7班で120キロぐらいかな。早いやん。ほんまに美味しいですよ。結構おすすめします、これほんまに。角島渡ってきて、綺麗な海見ながら灯台行って、歌歌ってアイス食べて、角島よかった。サイン返してくれたし。というわけで角島を後にする綾瀬、続いての目的地は。それでは次は今回の旅の最終目的地の秋吉台に行きたいと思います。海とはまた別のものを見て感動したいと思います。角島の歌、即興で言葉と音楽性といろいろマッチさせて適当にやります。あの一本橋を渡ればそこはエメラルドの上を渡ってた。
の向こうにはもう一つの島、小さな小さな自然が溢れてた。素敵な。でも角島で一番すげえって思ったのはあのくねくねした一本橋の下にブルーハワイが広がってたっていう、こう地獄とは真逆の景色が広がってて、それが一番感動しましたね。よかったです。中川さんいますか？はいはい、ここにいます。難波から電車で15分、八重の里ドライビングスクール。あなたの近くにきっと見つかる関西ウッドディーラーズ。安心信頼のサポートで憧れのハーレーライフが始まる。ハーレーダビッドソン関西ウッドディーラーズ。古いバイクもバイクもバイクさてだったかみて買い取ります。ここからバイクもならないバイクもバイクさてだったかみて買い取ります。今すぐアクセス。無茶ぶりの歌をこなした綾瀬にバイクの楽しさを聞いた。風を感じているこの気持ちよさが一番好きですね。それとコーナリングのちょっとこう軽く傾けるとこですか、そんなに角度はついてなくてもこう遠心力に任せてる感じが気持ちよかったり、こう乗ってるぜっていう感じがめっちゃ好きです。今日は KTM の690デュークというバイクに乗ってるんですが、乗り心地はどうですか？このバイク、このタイプのバイク初めて乗ってるんですけど、ハンドルが横にまっすぐになってるのも最初は違和感やったんですけど、乗ってるとこうなんかハンドリングもよく効くし乗りやすいし、自分のバイクとは違ってこうエンジンのこのドルドル言ってる感じが直に伝わってくるんで、もうまさにバイクって感じですごい楽しいです。いい刺激です。スロットルの感じも全然違うんで、このエンジンの回転具合が、だからフラフラしたらどうしようと思ってたんですけど、意外と馴染むの早かったです。むしろもう欲しくなってきたぐらいですね。秋吉台5キロって書いてます。これで最後やしね、いいものを感じ取って帰ります。太陽が落ちてきました。夕日は秋吉台で見る予定です。もうちょっと、お、これじゃないですか、すげえ本物や。わあ、来たー大自然。わあ、キロー、すげえ、大地を踏みしめてるって感じ。わあ、地球や。日本最大のカルスト台地秋吉台、雄大な草原と無数の白い石灰岩は3億年もの年月をかけた自然の造形。四季折々に色を変えていくその姿は壮大な歴史を肌で感じさせてくれる。もう夕日が山の奥から覗いてるし、もう一日の終わりを表してます。
朝方5時から出発して、現在時刻19時前です。ね、1万円使って旅行ったことが嬉しかったし、いろんな感動ももらえたし、全ての自然がほんまに気持ちよかったです。ではこの切ない空気を借りて切ない歌を歌います。バイクのパーツ取られて悔しい思いをした時に作った曲です。アンフォーギバボー。修理、カスタム、何でもお任せください。詳しくはワースワイルグループのホームページをご覧ください。ハーレーダビッドソン関西グッドディーラーズ、あなたもハーレーに乗って憧れのバイクライフを手に入れよう。詳しくはお近くの関西グッドディーラーズ各店まで。こんにちは、新興株式会社です。我々ヤオの方に、本社があります。ラジアルタイヤからスクータータイヤまで、全てラインアップ揃えてます。一度お電話いただければ、我々の方が飛んで、説明しに行きますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。全てはこう私を応援してくれてる人のおかげっていうか、まあ、私の生み出す音楽とか、このシンガーソングライダーっていう方針をこう認めてくれる人たちがいるっていうのは本当にすごい嬉しいし、ありがたいことやと思うし、でそれでこうやってこうメディアの方にもこうやって紹介してくれたりして、やっぱいろんな人に力を
貸してもらってるっていうのは本当にすごいことやと思うし、当たり前じゃないし、こういうことができて本当にほんまに感謝してます。最初番組の方から連絡をもらった時は、正直この新人シンガーソングライダーがライダー向けの番組に出演させてもらえるみたいな感じって、マジでみたいな感じで、新人やのに一体何をどうすればいいんやろうってちょっと戸惑いつつ、でもちょっと詳しくお話ししたかったんで、それで一回事務所の方に行って話してもらって、まあでもやっぱり人生ってやったことないことをしないと何も進まへんと思うんで、まあ、チャンスやと思いましたね。これでこうさらに自分の経験値っていうか階段を一歩登ることになるなと思って、いいね、やっぱ山が一番気持ちいいですわ。山派？え？海派？山派？山派ですね。あ、そう、バイクは山派？山派じゃなくて山派です。いや、分かってるよ。でも楽器はヤマハのピアノが欲しいです。これで最後の観光地目的地、はい、やっぱりこうバイクでいろんなとこ回るんでいいですね。歩いてる時が一番しんどい。これはさらに階段登って展望台へ入ると、すげえ、こんなんめっちゃ好きなんですよ。あの天然石とか鉱物とかそういう火山噴火して固まったようなやつとか化石とかこういうなんていうの、長年積み重ねられてできた自然のものがめっちゃ好きなんですよ。だからこのカクカク感とかいいね。なんでこうなってんのやろ、不思議。なんかハイジみたい。どっかに牛いてそう。